い、どうもホワイトタイガーです。今回はですね、こちらトヨタのプリウス50系ですね。それのですね、ここクォーターのピラーカバーというのかな、がここについております。で、50系のですね、ユーザーさん、皆さんそうなんだと思うんですけれども、ここのピラーカバーだけですね、クリアハゲっていうのを起こします。ペキペキペキって割れてきます。なんでしょうね、これなんでここだけなのかわからないんですけれども、足つきが悪かったのか塗装が悪かったのかわからないんですけれども、で、ここだけですね、まあ、あのマスキングとかしてですね、あとこれ取り外すのも簡単なんですけれども、まあバザーッと磨いてですね、塗装する人もいるみたいなんですけれども、うちではですね、そんなに高いもんではありません。安いもんでもないんですけれども、カバーをですね、まあ、ちょっと交換してですね、まあ綺麗綺麗にしようと思います。なので今回はですね、交換動画にはなってしまうんですけれども、結構簡単ですので皆さんでもですね、できる交換作業だと思いますので、ちょっと今回はですね、このピラーカバーの方を交換していこうと思います。それではやっていきましょう。はい、交換なんですけれども、クリップで止まっています。それとここがですね、両面テープで止まっているだけですので、先にですね、両面の方、もうこれ浮いちゃってますね両面が、両面の方をですね、ぐーっと引っ張っていけばですね、バカバカバカと取れていくと思います。で、まあ、傷がつかないようにですね、養生テープで養生はしておいてください。はい、まずは養生テープで養生していきます。マスキングテープでも全然大丈夫です。養生テープですね、ちょっと粘着力が高い、ものもありますので、そういった場合にはですね、一度、自分の服でですね、こんな感じで粘着力を弱めてあげるといいと思います。まあ、上はですね、そこまで大丈夫だと思います。下にガタンと落ちるときにですね、ちょっとこう傷つけちゃうということがありますので、もうあとはここにクリップがあるんで、そこのところまでいっちゃいましょうね。はい、1個外れました。この状態で全部外していきます。こう手を中に突っ込みながら、はい、外していくと比較的簡単に外します。よいしょ。はい、よいしょ。ここにですね、スポンジみたいなやつがありました。はい、あとはですね、すべてクリップで、つけているだけなので、ちょっとですね、ここ掃除していきたいなと思います。はい、残骸ですね、それからスポンジの跡、それから両面テープの跡ですね、きれいに剥がしてきれいきれいにしました。で、今からですね、こちらの新品の方を取り付けていくんですけれども、きれいですよね。はい、で、裏側を見るとですね、ここ両面テープのところにですね、こうやってシールがこうやってですね、剥がれてきます。はい、なので、最初にですね、これをきれいにあてがって、まあ、合うところにしかはまりませんので、まあ、バン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 とつけて、最後にこれをピリピリピリと剥がしてペタと、ひっつければですね、もう終わりです。はい、それではですね、ひっつけていきましょう。養生も取っといて大丈夫です。はい、最後にここをスピーと取ってギューッと、ここはですね、しっかり圧着させてください。はい、 OK です。はい、これでですね、一応交換は完了になります。あとはですね、ベタベタに触った指紋を拭き取れば完了となってきます。いかがだったでしょうか。無事にですね、ものの数分で取り付けることができました。まあ、しっかりですね、剥がしたテープを除去すると、言ったところが、まあ、コツといえばコツなんですけれども、まあ、当たり前のことですね。
まあ、こうやってですね簡単に交換することができます。まあ、塗装してもいいんですけれども、まあ、そんなに高いものでもないので、自分はですねこうやって、まあ、交換することをお勧めしております。まあ、車がですねやっぱり綺麗なので、ここだけですねガッサガサに剥げていると、ちょっとみすぼらしい感じがしますので、気になる方はですね参考にしていただければ幸いです。はい、今回はですねトヨタのプリウス 50K のフォーターのピラーカバーですね、こちらの方を交換してみました。ありがとうございました。